やっぱりいる。おはようございます。何ですか、やっぱり。ゆっくりじゃないですか。え、何してきたんですか、何してきたんですか。冷蔵庫の中のケーキの上の箱、何しに来たんですか。やるんですか、この天気の悪い時に。昨日おばさんに誰も何も言わねえから、おばさん今日休みなの。知らないよ俺。今日俺が竜宮小屋70キロ、現像が68キロ。今日はこれが味噌です。じゃがいもくん長崎からやってきました。あれ、鹿児島県、長島でした、すいません。鹿児島県産です。ややこしい。伊賀大さんが今日東電小屋75キロ。あれ、減らしたっすか。あ、じゃあ75キロ。渡辺さん、あ、これガッチャンは、ガッチャン今日何キロ。72、3あると思います。72、3で、渡辺さんがどうせ60キロ。どうせ60キロです。見晴らし。チャンネル登録920人いきました。あともう少しです。あとは減っていく一方ですね。減っていくってあるの。やっぱやめた、やっぱダメだなみたいな。オゼファンがいるから、絶対にこれは強いです。ありがとうございます。マサパンチでしょ。今日オゼは結構寒いです。なんか天気図見たらね、なんかやや西高東低みたいな天気図で、北から風が入ってて、北風が吹いてこういう雨でってなると、まだ尾瀬の方は寒いから防寒対策、まあ牧歌さんたちはね、みんな荷物背負って歩くから、で暑くなるから半袖とか着てる人多いんだけど、でもお客さんで尾瀬に遊びに来るってなったらね、今日とかはすごい寒く感じるから、防寒対策しっかりやっててください。今日俺は竜宮だから、なんだろう、やっぱり近い、8キロ、約8キロなんだけど、竜宮まで。で、荷物70キロくらいだから、なんか相当ゆっくり歩けます。竜宮の当番の人は結構体も休めるタイミングだし、結構気持ち的にも楽です。どうですか、厳しいですか今日は。やる気のない顔してる。下に木道が、はい、この辺に、あ、なるほどね。そう、ぼっかさん荷物のバランス作るの大事っていう。今日寒い。いや、もう暑くなりました。鼻水垂れてる。寒いし、体は熱いし、わけわかんない。そう、ぼっかさん荷物、このバランス大事なんだけど、今日五十嵐さんは下の方にこう荷物重たいのを作ってしまって、そういうの下にって言うんだけど、下に重心、下にすると荷物の重さね、このお尻くらいのところにね、こう荷物があるように感じる。だから歩くときにね、こうくの字になってこう腰で引っ張るっていう感じのね、背負い方になるんだけど、今日五十嵐さんそれで、だからこう頭が下がって歩くから木道が近く感じる。今日は五十嵐さんバランスが悪い、超辛い日です。直せばいいんだけどね、荷物をね。本当はでもなんか面倒いっつって。おはようございます。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、川上の先の引っかかる木がある、
ああ。あと30センチくらい本当は上げたかったけど。30センチも。そうだろうなって。上げたかったけど、あの邪魔な木、引っかかる木をちょっと警戒 して、これ以上上に上げなかったけど。ああ、荷物を上に上げなかったんだ。じゃああの木は早く切ってもらわないと。そう。俺切ろうかな。もう俺切ろうかな。怒られてください。軽そうだ今。この汗見てください。鼻水しか垂れてない。今日。え？汗なのか。鼻水？汗なのか鼻水なのか涙なのか。涙ちょっとよくわかんない。今日下に重心の五十嵐さん、木道が目の前にあるように感じるって言ってたんだけど、こっから見る限りそんなに、あ、でもいつもよりかはやっぱりかがんでしょってるように見えるね。顔と木道の距離がやっぱり1センチでもね変わると景色ってだいぶ変わるから。下にの五十嵐さん、なんだよ。下にしました、うん、下にすると肩は楽だから、ね、あ、肩は楽、重心がね、重心下だと、だからベストがこの辺、重心がこの辺ですでしょ、はい、肩の後ろが重心のベストだとしたら、これ下がれば下がるほど腰には負担かかるけど、肩の負担はなくなって肩は楽、腰は疲れる。でこれより上がると腰は楽だけど肩がすぐ痛くなる。ここちょうどつけられば、ちょうど分散されてベストだけど、だ今日は腰は疲れるけど肩は全然楽。俺もあれですもん、腰が痛い時はちょっと上にして、上に荷物やって。え、それこれ知ってた、知ってた俺、うん、知ってましたよ。もう1年目から知ってますよ。もう6年間これでやってますよ。調整方法、マー君の調整方法分かってたの。腰が痛いと分かってますよ。腰が痛いとちょっと上に上げて、肩が痛いなっていう日はちょっと下に下げて。そうそうそう、だから今日は楽、肩が楽、だから全体的に楽なんかな。なんだかんだ楽だった。結局楽、結局毎日楽ですか。じゃあもう27年間やってると、27年間ですか、26年間ですか。26年間。普通の日だった結局、多分きつくもなく、まあ75キロちょうどいいが、そうですよね、75キロってボッカさんの荷物75キロっていうのは本当ちょうどいい日。それより軽いとなんかやったか、達成感か、やった感じ、達成感がなんかなるでしょ。なるですね。70キロしょっていけばなんか最低ラインですよね。なんかやってきたみたいな。なんかちょっと疲れきんなすぎて、なんだろう、今日仕事したんかな。もうね、26年間慣れちゃうとね、こんなね、舐めてます。なんかおじさん2人が来ましたね。これが本来こうみんながよく目撃するボッカさんの姿って感じ。すいません。どうですよ。いやー、また雨降ってきた。とりあえず
山の花で休みます。いや、なんかまためちゃめちゃ雨降ってきて、気温も下がって寒くて、みんなやる気が下がってきてました。だから健三とマー君はやる気をこう出すために勝負っていうかレース、俺は今日竜宮までだから、で健三三原市までだから、二人でちょっとレースっぽい、どっちが早く竜宮小屋に着くかっていう遊びをしながら気持ち高めて牧歌していきます。さっきなんか木道の横から鉄管が出てて、それにこのシート持ってかれて、今シート付け直します。なので健三とのレースここで早くも終了です。すいません、やらかしました。めちゃめちゃ危なかった。もう荷物持ってかれて湿原に落ちそうな、ギリギリで耐えたんだけど、また健三とのレースは後日やろうと思います。今日はお客さん少ないね。尾瀬ヶ原のこの湿原はよく見ると、ここの茶色いところがねちょっと低くなってて、緑のところはねちょっと高いんだけど、低層湿原と高層湿原っていう風に言われていて、この低層湿原に生える植物、高層湿原に生える植物、それぞれ違うようです。雪が溶けて水もだんだん引けてきて、この湿原が現れたんだけど、ちゃんと湿原の地形もそんな感じで種類が違くて、生えてる種類が違くて、雨だからねちょっと分かりにくいけど、綿すげ生えてきてます。少女バカも生えてきてます。あとヒメシャクナゲ、立山林道、モセンゴケもね出てきてるしね。まあでも言ってもまだ水場所が見頃なエリアもあるんで、その三原市の方面とか温泉小屋方面とかはまだ水場所が見頃なので、水場所も見れるし、湿原の咲いているお花たちも見れるし、なんか今日雨で、明日からね晴れマーク、天気予報ではね晴れマーク、曇りだったりするんで、天気のいい日見つけてまた来てください。今日はね風が強めです。少しの風も荷物背負っていると結構影響を受けます。だから今日みたいな風は結構ね、なんだろう、嫌な風だよね。こう木造に対して横から来る風は本当に歩くの怖いです。追い風は結構ねいい場合もあるんだけど、追い風もねまあ、ペースとかも狂うし、
向かい風はね、なんか全然進まない、こう進まなくて超大変。なんか、なんか来た。もう一個ちょうだいって、なんか2個とか言ってた。2個、うん、ありがとうございます。いらっしゃいませ。渡辺さんの奥さんがマー君が作る蜂蜜を2個注文してくれました。6月の20日以降の販売になります。お客さん少ないね。渡辺さんリーダーは山の花からまだ1回も休んでいません。もう肩がね、肩がいかれてる。多分痛みを感じない肩になってるんだと思います。荷物を準備するのはみんなで準備するんだけど、でも渡辺さんが各小屋の欲しいのをある程度把握して、で荷物を振り分けてくれる。で俺たちのこのどこにしようかとかっていうローテーションも渡辺さんリーダーが全部決めてくれます。こうやって荷物をね、リーダーも俺たちと一緒に背負うんだけど、背負い終わって家に帰ってからも山小屋の人たちに連絡を取ったり荷物を出すスーパーだったり業者さんだったりっていうのはこのリーダーがいろいろとやってるんですけど、俺も一回ね、渡辺さんいなくて、五十嵐さんいなくて、石高さんいなくてっていう時があったから、3日間くらいリーダーの役をねやってみたんだけど、めっちゃ大変。もう1時間のうちで10件くらい電話したね。で電話してる最中でも違う方から電話が来たりして、もうまとめるのめちゃくちゃ大変だけど、それをリーダーは毎日やってます。だから山小屋の人たちがね、次これとこれを持ってきてほしいですって言うんだけど、俺たちは全てリーダーにそのことを伝えて、あとはよろしくっていう感じで任せてます。だからこの人がいなくなったらね、オゼボッカ終わるんじゃないかな。リーダーまだ休まないよ。リーダーはね、その牛首、荷物がきつい時はそこの帳場で休むんだけど、きつくない時は牛首とか牛首の先まで休まず歩きます。でもこれってリーダーの調子、今日の調子をこうなんか調整してるらしいんだけど、今日ここまで肩が持つから今日は結構体がいいんだなとか、今日は重たく感じてすぐ休んじゃうなとかっていうと体が疲れてるんだなとかっていう休む感覚っていうのをね、こうパロメーターで、あ、休んだ、今日はここまで休まずに来れてるから、まあ調子はいい日だと思いますね。あ、リーダー今メガネかけてるから俺が来てるの分かるけど、リーダーメガネかけないと何も見えません。
はい、重たいね。はい、まさとくんです。重たいね。本当は軽いです。縦はダメなんですよ。縦は YouTube で撮れないです。マジで。残念なことに。行きましょうよ。はいよ。行かないですか。歩いて、歩いて行けばいいよ。休んだら俺があれするから。だから風が。どうですか、まさずくん、今日の調子は。余裕です。余裕ですか。余裕です。よかったです。まあ雨だから休みたかったけど、リーダーがしょえって言うから、いやいやしょってます。そうなんていいんすか。僕かなんてこんなもんでしょ。あいつはいいやつだな。これが本当の真実ですよ。取りすぎた。無言で。ドキュメンタリーチックに。はい、意味がわかんない。なんだろう、結構さ、あの撮ってる時ってあれだよね。まあ、何ですか、あれって。喋ることねえなと思って。喋ること。喋るんですよ。それでも喋るんですよ。それでも喋るんですか、YouTube。そうですよ。何か。今日は雨です。今日は雨なんです。でも上がってきましたね。やっぱ。予報通り、ちょっと私物の方は明るくなってきましたもんね。 YouTube 用に喋ってバレバレだぜ。 YouTube 用とかじゃないですから。 YouTube 用ですよ。でも YouTube のために喋ってます。だって普段 YouTube 撮ってない時の俺なんか全く喋ってないですからね。無言ですよ、本当に無言。 YouTube だから喋ってます。当たり前じゃないですか。こういう時に、例えばですけど、いきなり、渡辺さんにとってボッカとは。ボッカとは。でも俺は、あれですよ、このボッカっていうのを自分で、ボッカとはっていう、自分の今の答えっていうのをしっかり持ってるから、いつ言われても大丈夫だし、だから、渡辺さんは30年以上ボッカやってるからね。渡辺さんにとって牧歌とは何か、ちょっとドキュメンタリーを今度やってみたいと思いますね。ほら、ネタを考えるんですよ。俺はもう歩きながらね、常に自分は何者なんだ、何者なんだ、なんでこんなことをやってるのか。この30年以上のこのやってきた牧歌の後ろ姿、このしょいです。でも60キロしか取ってません。渡辺さんにとって歩くとは。歩くとは、歩く荷物になることです。歩く荷物になることですか。牧歌ですね。歩く荷物になっちゃったらもう、それはもう牧歌ですね。牧歌ですよ。やっぱ歩く、じゃあもう街に遊びに行くとかいう時も歩くじゃないですか。どっかで歩く時はやっぱ荷物を背負って歩くんですか。いつでもこの気持ちで。本当っすか。嘘みたい、嘘みたいです。やっぱあれなんですか、新人のボッカさん、まだまだこう木道を歩くのにも慣れてないし、こうやって風にも吹かれてね、倒れたこともあるから、やっぱリーダーとして結構心配しながらこう周りを見てるんですか。そうですね、一応こう遠くから、なんだろうな、頑張れって。遠くから頑張れって。とりあえず優しい目で。じゃあ大場さんが、もしそのルーキー、今年入った大場さんが木道上で倒れてました、ね、はい、やっぱ渡辺さんの荷物を置いて助けるんですか。
頑張れ。ギリギリまで。ギリギリまで。じゃあただただ見守る。そうそう。そして最後の最後に。なるほど。ただいまの時刻11時半、竜宮小屋まもなく到着です。あ、チャンネル登録者数が今さっきの時点で920人に達しました。あともう少しで収益化になります。まあ今週っていうか今日明日くらいでね、収益化始まると思うんだけど、1000人超えてから一度これから行うクラウドファンディングっていうのをどういうふうに進めていくのか、お金をどういうところに寄付金として預けるのかっていうところとかを詳しく説明するんで、ぜひね、まだまだ今後とも協力をお願いします。俺一人だと何もできないんで、みんなの力が必要です。お願いします。着きました。